こんばんは。本日は東京タワーにご来店いただきましてどうもありがとうございます。ただいまから東京タワー TV サタデーが始まります。本日の MC を務めます東来彩香です。どうぞよろしくお願いいたします。まずは東京タワーからお知らせです。今年もゆるーく盛り上がる毎年恒例のハロウィンイベント、ハロウィン東京タワー2015年、東京上空なりきりハロウィンが開催中です。はい、やってまいりました、ハロウィン太郎です。はい、こんにちは。ハッピーハロウィン。あ、みんなでね、ハッピーハロウィンでなりきれるブースが裏手にあります。よかったらライブが終わったらみんなでなりきってください。記念撮影も撮れますし、あとは無料でなりきりステッカープレゼントしてます。はい、これ簡単にあのシール貼れるんです。はい、かわいいでしょシールが。私も早速つけさせてもらいました。かわいい。うん、シールもタワーよろしくお願いします。どうもハロウィン太郎でした。お待ちしております。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ハロウィン太郎に賑やかに登場してもらいました。今お話もありました通り、このちょうど裏のところですね、そちらでハロウィン太郎と会えますので、ぜひぜひこちらのステージ、そしてハロウィン太郎とも楽しんでいってください。皆さんですね、仮装パーティーに参加するほどではないけれど、ハロウィンの雰囲気に乗っかりたい、とりあえず仮装だけはやってみたいという、そんなあなたにおすすめな企画として、今こちらで東京上空なりきりハロウィンを開催しております。ここ大展望台1階には廃墟をイメージした特設ハロウィンコーナーを設置しております。無料の貸し出し衣装でお化けや魔女に仮装して自由になりきり撮影ができます。さらに開催中の同日祝日の17時以降はなりきりハロウィン会場でオリジナルタトゥーシールをプレゼントしています。ということで、こちらのタトゥーシールというのですが、こちらですね、見えますでしょうか。はい、今ハロウィン太郎が配っているものですので、ぜひぜひ皆さんもつけてみてはいかがでしょうか。東京タワーで気軽に仮装にチャレンジしてみてください。詳しくは東京タワーのホームページをご覧ください。それではお待たせいたしました。この後ご登場いただくボサノバシンガーのニロさんをご紹介いたします。ニロさんは2007年アルバムボッサニロでメジャーデビュー、2011年よりドイツに移住しヨーロッパで音楽活動を開始し、2013年にオリジナルアルバム再生をリリース、そして先月9月にはニューアルバム夏の少年をリリースされました。それではご登場いただきましょう。ニロさんです、どうぞ。皆さんこんばんは、ニロです。どうぞよろしくお願いします。今ご紹介していただいたんですけど、私今ドイツに住んでまして、1週間前に日本に来て今レコ発ツアーをやってます。それでは今日はあの短い時間ですけれども、楽しんでいってください。Barulho, caminho do mar.
j'avais pas ça. ありがとうございます。イパネマの娘、ガールフロムイパネマという曲でした。Oh.
フレンチかけるパスタ、ポートサンバ下に丸を掛けろいサンバ、エスチーサンバがミスとしまれたく、エサンバスプレトベリオ、サンバスプレトゥトゥ、マシケナタンサンバコモエスチタンレガございます。マシケナダという曲でした。先ほどレコ発ツアーで、ドイツから日本に来てますと言ったんですけれども、先月の9月16日にですね、ニューアルバム夏の少年というのを発売しました。アルバムはですね、夏の皆さんご存知か分かんないんですけど、南房総チクラというところを舞台にですね、曲の構想を練ったりして制作しました。今回プロデューサーになってくれた、藤井浩一さんといううしゃこだのボーカルの方がいらっしゃるんですけれども、藤井さんと私がですね、出会ったのがその南房総チクラの、毎年行われているサンバのイベントでですね、知り合ったんですね。なので、あとは、それにこうくっつくように周りの方々もみんなチクラでこう出会ったので、それを一つのテーマにして、夏の終わりとそして海みたいなところをこうポイントにしたアルバムが出来上がりました。今日サポートギターで入ってもらってます金沢健太です。作品の中のギターはですね、金沢健太が演奏しております。こちらもすごく聴きどころがあるので、ぜひ作品の方も聴いていただきたいと思います。ではアルバムの中からですね、数曲演奏したいと思います。では今回のツアーの合言葉みたいにもなっているんですけれども、会いに行くよという曲聴いてください。会いに行くよ、抱きしめられて泣いた、あの夜。
の会いに行くよ、ありがとうございます。会いに行くよでした。今回のアルバムですね、初回版だけ、特典で DVD がついているんですけれども、アルバムの、タイトル曲になっている夏の少年という曲のプロモーションビデオが DVD で一緒についています。今日持ってきているので、後でぜひ見てほしいんですけれども、その夏の少年ですね、歌いたいと思います。ちょっと待ってください。浜辺の猫を覚えているかも、二人がそっと手をつないだのを、過ぎてゆく夏の夜を絡めとるよ。唇で
く二人の足跡遠くポツンと海が見える路地横にいる影はあの夏の少年ありがとうございます。夏の少年でした。ではあの次の曲はですね、私が2009年にあの発表したオリジナルアルバムの自分のセルフカバー版ということで、ちょっとあの今の2015年の気持ちでですね、詩を書き直して、それでまた藤井さんプロデュースによりちょっと新しく大人な感じのアレンジに生まれ変わりました。聞いてください。中心部という曲です。
いつもいつも自由なの、ふと涙がこぼれる、ため息混じりの思いのさ、電車は街へ急ぐ、それなりに前を向いてやってきたつもり、だけど前ってどっちだったの、今向かうその先を私だけ心部へ、ほら反対側のホームに駆け上れ、海へと走る普通列車なら何かが見つかるよ、ありがとうございます。中心部でした。ちくらべんの歌です。おんだらでやんべやという歌です。Oh,
でヤンベーヤというのはチクラ弁で、自分たちでやろうよっていう意味なの。知らなかったあの結構ねチクラのその町の人の名前とかですねいろんなものが入っていて地元の人が聞くとちょっと笑っちゃうようなそういうあの歌詞の内容になってます。じゃあビリンバイク muito que vai não sai assim como ni vai não quem quem se dentro do disse não sai vai morrer sem amar ninguém o dinheiro de quem não dá eu tô levado de quem não tem capoeira que vou não sai cai dia ele cai cai bem Tristeza, camarada
事件なんだよトラバリオ事件なんてカポエラケポーの再会うんじあえでかい海弁カポエラミマンドゥジセキジャシェゴシェゴパラルタビリンバミコンフィモバイテブリガジャモプリシテザカマラでした。では、次の曲で最後になります、私明日ですね南青山で、ワンマンライブをやります。もし、ご興味持ってくださった方、まだ少しお席があるのでぜひ、いらしてください。それと今日ライブの後にそちらの方で、アルバムの販売をしています。そちらももしよかったら手に取ってください。それでは、最後の曲ですね。もう一曲はアルバムの曲から演奏したいと思います。アルバムの最後の曲に入っています木と鉄の歌という曲ですね。聴いてください。流れる
ありがとうございました。ニロでした。どうもありがとうございました。ニロさんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。すいません、この横からちょっとハロウィン仕様のままでまた出てきてしまったんですが、はい、普段ドイツに住まれているということで、はい、今回また日本に戻ってこられて、はい、東京タワーでのライブいかがでしたでしょうか。はい、とっても素敵な場所で気持ちが良かったです。こちら側から外の景色を見れると思ってなかったんで、夜景がすごい綺麗だったし、面白かったですね。どうもありがとうございました。ありがとうございます。先ほどもお話ありましたけれども、はい、今日 CD も持ってきてくださってるということで、はい、そうです。あっちのブースの方でこれから販売をするので、はい、ぜひ寄っていってください。はい、ぜひぜひ皆さん最後まで楽しまれていってください。はい、今後のまた告知などありましたらぜひお願いいたします。はい、明日ですね、南青山にあります、オーブ南青山というところでレコ発のワンマンライブを行います。金沢健太も出演します。また少しお席があるので、もしよろしければぜひお越しください。あとの予定はですね、また多分来年ですね、日本に来てライブができたらと思いますので、 Facebook やブログなどですね、いつも私の情報をアップしているので、よかったらそちらもチェックしてください。ありがとうございます。どうもありがとうございます。ありがとうございました。皆様大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。ニノさんのライブお送りいたしました。さて、そろそろ東京タワー TV サタデーエンディングになりました。いかがでしたでしょうか。明日も東京タワー TV サンデーの放送があります。3時からボーカリストのミレアさん、5時からシンガーソングライターのドリさん、7時からボーカリスト宮崎優子さんのライブをお送りいたします。ぜひ明日もここ東京タワー大展望台クラブ333に遊びに来てください。本日のお相手は東来彩香でした。どうもありがとうございました。